皆さん、こんにちは。おっかけ情報局のりこです。先日、B ファーストのクマちゃんたちがついにゲームセンターに登場しましたね。とっても可愛いので、私も何としてもゲットしたいと思ってまして、チャレンジしてきました。今日はその様子をお届けしたいなと思っています。本当にこの今表示してる写真も本当に可愛いですよね。全種類集めたくなっちゃいますね。 こちらのくまちゃんたちが登場した9月9日、ベスティーにとってはとっても大忙しの一日でしたね。私も本当にこの日忙しくって、朝10時からまずフィラの EC 販売がありました。で、それを見届けてからゲームセンターに出かけていって、朝10時半くらいに着きました。そしたら、 まだ入荷してませんというふうに言われたんですね。で、それでそこから別のゲームセンターに移動しました。そしたら、こっちはもう長蛇の列。本当に多分50人くらい並んでたのかなっていうぐらいの長蛇の列で、いや、ちょっとこれは待てないなと思いました。で、最初に行ったゲームセンターが入っているショッピングモールに戻りまして、で、こっちで買い物をして、 もう一回ゲームセンターに戻ったところ、クマちゃんたちを並べる作業をしてらっしゃったんですね。あの、私が行ったところは、クマちゃんのクレーンゲームを4台ずらっと並べて、で、その近くにクリアスタンドのクレーンキャッチャーを3台ずらっと並べてありました。もう結構圧巻でしたね。 で、まだ設置開始してないんですけど、もうすでにたくさんのベスティーさんたちが並んで待っているっていう状態でした。わ私も並びたいなと思いながらも、ちょっとやっぱり時間がタイトなので諦めて、 そこは見送ったんですけれども、それからもですね、そのショッピングモールでお昼ご飯を食べたり、夜の料金の映画を見るのもここのショッピングセンターだったので、1日に計6回ぐらいこのマちゃんの様子を確認しに行ったんですね。そうしたら、 もうお昼前から最後に確認したのが映画が終わって21時過ぎくらいですけど、どの時間帯に行ってもやっぱりもうずらっとベスティーさんたちが並んでいるという状況でした。はい、ということでこの日はプレイできませんでした。 で、その翌日はですね、あのー、他の動画でお話ししたんですけれども、ちょっと山梨の方に行ってましたので、まちゃんゲットチャレンジをすることができませんで、私がゲームセンターに行ってプレイをしたのは、日曜日3日目の朝一でした。で、3日目の朝一でどういう状況だったかというと、まちゃんたちはもう残り少なくなっていて、あとは両基とレオだけということになっていました。 で、私は特にこのメンバーをすごく推しているということではなくて、もうみんな大好きなので、私はこの二人のうちどちらかをゲットするぞという意気込みで、今回はやってきました。やってきましたというか、正直に申し上げますと、今回は夫にやってもらいました。私は撮影役でした。クリアスタンドについては、初日は3台用意されていたものが2台に減っていました。 あ、で、熊ちゃんの方も4台あったものがもう1台になっていました。はい。そんな状況でチャレンジしてまいりましたので、ここからはチャレンジした動画をお届けしたいと思います。前回、縦画面で撮ってしまって、終わった後に、あ、横で撮ればよかったんだっていう風に気づいたんですけれども、今回ですね、ちょっとミニクレーンキャッチャーというか小さいクレーンキャッチャーだったので、横画面で撮ると、 あんまりうまくいかなかったんですね。なので、ちょっと今回も縦画面になってしまっているんですけれども、ご了承ください。はい。では、ここからは実際にクレーンゲームをやった様子をお届けしたいと思います。果たして私はクマちゃんをゲットすることができたのでしょうかはい。では、1回目どうでしょうか投入口の上にあるのがレオ、右側にあるのがリョウキです。 ちょっとどうやら量器の方が狙いやすそうだということで、最初は量器に狙いを定めてみました。どうでしょうあ取れるんですよね。取れるんですけど、なかなか握力が弱いといった感じです。このクレーンキャッチャーは、制限時間45秒以内で、いくらでも動かして好きなところでボタンを押すとクレーンが降りてくるっていう感じになっています。 三本詰めなので割と掴むこと自体は簡単なんですよね。問題はそこからという感じです。さあ、二回目どうでしょうかおあーやっぱりね、ずっと握り続けるのが難しいんですよね。はい、三回目です。いかがでしょうか微調整してますね。 どうでしょうギリギリなんですよね。4回目です。いやーなんか掴めるから余計に悔しくなっちゃいますよね。 細かい調整をして、ちょっとたまに子供が邪魔したりもしてます。すいません <laughs>。あー、やっぱりね、ちょっと掴むのがね、難しいんですよね。はい、5回目ですね。なんかなかなか取れる気がしないですよね。 掴んで上まで持ち上げるんですけど、そこから投入口のところまで持っていくのが難しいっていうことで。ああ、これは掴むことすらできませんでしたね。はい、6回目です。どうでしょう、そろそろ行きたいですよね。結構ね、45秒間って結構長いので、すごい狙いを定めたりする時間はあるんですね。 なので、まあ、掴むところまでは行くんですが、問題はその先っていう感じですね。さあ、今回はどうでしょうか。まだ調整してますね。どうだ まだ行かないですね。置いた。おーいやー、ちょっとね、この、この繰り返しですよね。掴むけど、最後までいけないっていう、この繰り返しですね。7回目です。すでに7回目。これ、皆さん、どれくらいで取れるんでしょうね。 もし撮った方いらっしゃったら何回で撮れたよとか教えてください、ぜひ。おなかなか厳しい。で、ここでですね、実はレオの方が撮れやすいんじゃないかと思いまして、ちょっとレオに浮気してみました。どうでしょうこの投入口の上にあるのがレオですね。今回はこっちを狙っています。 どうかな意外とこっちの方が取りやすかったりするのかもと思ってきたんですね。どうでしょうかああいや、惜しかったで、ここでちょっと店員さんにヘルプしてもらって、取りやすいように置いてもらいました。この投入口に引っ掛ける感じで。 足の方を持ち上げて頭が重いのでそれでこっちに落とすっていう作戦ですね。さあどうでしょうか。ああなんかちょっと余計に難しかった気もしますね。はい、もうすでに10回目です。10回目どうでしょうか。 転がってちょっと距離が遠くなっちゃってるのでね、持っていくのが大変そうですよね。狙いを定めております。さあ、どうでしょう。 がっちり掴んだ。あ <laughs> は裏返って。また店員さんヘルプ2回目です。今度は足の方を引っ掛けてもらって、頭を持ち上げて下に落とすって感じの作戦でやっていますが、さあ、いかがでしょうか。なんかね、うまくいけばいけそうな感じがしますよね、これは。もう11回目ですね。 そろそろ取れてほしい。どうでしょうか。頭を持ち上げて足を下に落とせばいけるはず。あー、上に持ち上がっちゃうんですね。で、3回目の店員さんヘルプです。これはもう頭を持ち上げてって感じですよね。 こっちの方が下に空洞があるので掴みやすいのかなって、裏向きになってる方が意外とやりやすそうだなって思いました。さあ、12回目、どうでしょうかおーはい、ということで、今回は、りょうきくんのくまちゃんが来てくれました。 料金ベア、結果は12回1200円でゲットということです。もう本当に可愛いですね。で、この BMSG パーカーのフードの横の部分に名前が入ってるのも本当に可愛くって、もう料金来てくれてありがとうっていう感じです。いやー本当に可愛いですね。で、 私はこれまでのクレーンキャッチャー3回チャレンジしたので、ちょっとコレクションが増えてきてすごく嬉しいです。なんかすごく漁機とご縁があって、クマちゃんも缶バッジも全部漁期なんですね。もう最近本当に漁期ものすごく頑張ってるから、これを見ながら漁期頑張れというふうにいつも思っています。もう本当に可愛いですね。 このマちゃんを BMSG フェスに連れていくかどうかをすごい迷ってまして、どうしようかなと、なくしたり汚れたりしたら嫌だから、お留守番しようかな、でも連れて行きたいなというふうにすごく迷っているところです。またこれからもね、プリクラが出たり、この UFO キャッチャーシリーズもまた続いていきますので、また機会があれば、こういったレポをお届けしたいなと思っています。 どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。